はい、ここはなんか幹線道路ですけども、県道28号ですかね。はい、ここがまあ浸水前駅前電停ですね。上のね、その駅のホームの高さから直接こうアプローチできるという感じになってますね。はい、で私はここをしばらく行って、でもその次の信号ぐらいで左ですかね。はい、こちら国府でいいですかね、これはね。ここの電停のところを、こちらですね、グランド通りとかいうところらしいですね。この辺は結構街ですね。水前寺というのはまあ、熊本のこれはなんか副都心的な扱いでいいんですかね。ちょっと詳しくわからないんですけども、熊本駅からはね、ちょっと遠回りして3つ目ぐらいなので、まあ、熊本の中心部からは、まあ、そんなに離れてはいないはずなんですけどもね。まあ、政令指定都市の中ではね、まあ、熊本はまあ下っ端の方なのでね。まあ、私も前回来たのがかなり前で、その時は街歩きもあまりしてないはずなので、まあ、どんな感じなのかはね、よくわからない状態で来てるんですけどもね。まあでもやっぱりさすが政令指定都市だけあってね、まあ、それなりに街は広いという感じですかね。はい、先ほどからねこのグランド通りはずっと歩いてますね。もう10分ぐらい歩きましたかね。ここは普通の住宅地という感じで、まあでもまだね、まあ、街中という感じもありますかね。先ほどから結構高校生が、ね、自転車で向かってくるので、まあこの先に高校があるんでしょう。で多分その次の道を右だと思うんですけどもね。なんか微妙に起伏があるんですかね。でこの右の道が斜めにね続いていて、その斜めの方向の先に、多分県庁があると思うんですけどもね。ちょっと見えないですな。はい、こちらはなんかプールかなんかですかね。で私が行くべきはここの道のようですが、こっちかな。ここは進入禁止なんですかね。ちょっとわからない。はい、なんか禁止のマークはあったんですけどね。今向こうから来た人がいたので、まあ大丈夫だろうと判断して通ってしまいます。でもこの先、もう左前方ですね。ちょっと木の陰ですけども、そこに見えているのが、どうやら熊本県庁のようですね。はい。まあ今、6時50分ぐらいですけどもね。まあ明るいうちに来れましたな、ここも。はい、先ほどから見えていたこちらの建物はどうも警察本部のようでね、こっちだそうですね、県庁はね。これは12階建てぐらいですかね。結構まあ高いですね。はい。で、そこそこ新しい。これもなんかだから、もっと街中のね、熊本城とかに近いところにあった県庁が移ってきたとか、そういうパターンですかね。まあちょっと交通アクセスはいまいちな気もしますけどもね。まあもうちょっと近いところにもね、市電の電停はあって、私はこれからそこにも行くんですけども、これどっちが表かな？県庁のプレートがやっぱり見たいんですよね。わからない。わからないですね。とりあえず玄関前までは行きますが、プレート探しをまたやりましょうか。なぜワンピース。あ、でもここはなんか表っぽいですね。その一般の方が入れるような感じのところですかね。はい、まあこんな感じですね。新しいですね、ここは。私なんか先ほどあっちの建物が警察と言ったんですけども、ちょっとよく見えなかったんですけど、まああっちから見てたのは警察で間違いないんですけどもね。それとうり二つの新館がこの南側、いや東側か、方角的にはにあって、で今これが本館ということですね。ちょっと分かりづらい。そしてまあ一応でも正門がこっちだから、まあ正門にプレートがあることをちょっと祈る感じでね、そちらに向かいましょうかね。はい、なんか麦わら帽子をかぶってるぞ。なんか関係あるんですかね、あれ、あの作者の人がここだとか、そういうあれですかね。ああ、県民栄誉賞なんですね。なるほど。はい、こちらが、まあ、県庁で、ここは県庁前のバス停ですね。そして、こちらなんかミニチュアがあるなと思ったら、なんとこれがね、熊本県庁のプレートという、なかなか面白いですね、この趣向は。はい。まあそんな感じで、とりあえずここも OK ですね。ではまあこの近くにあるね、電停に向かって、また先ほどの浸水前寺駅に戻っていきましょう。
はい、直線距離だとね、こっちの方向に商業高校前という電停があって割と近いなと思ったんですけども、なんかね、商業高校が思いっきりこう道を分断してる感じで通れないので、結構遠回りしてね、別の電停に行かなきゃいけないというちょっとめんどくさいですね、これがね。で今午後7時で、でまあこれからね、私は熊本の町に泊まる。でその前にゲーセンに行くんですけども、ちょっとね、ゲーセンがね、なんかあんまり いいのがなさそうなんですよね。街中にあってもなんか、もう8時に閉まるとかで今行ってもギリギリだったり。で唯一ね、1箇所だけ、まあちょっと街中からは遠いんですけども、この新水前寺駅の一つ手前ですね、熊本駅寄りの南熊本駅という、ところの近くにね、なんかナムコがあって、まあそこはそこそこ良さそうなので、まあとりあえずね、そこの1箇所だけ寄ってから、まあバスがあればバス、なければまあ歩いて30分ぐらいですかね。でまあホテルのあるまあ、町の中心の方に、行くという、感じで予定してます。はい、だからまあまだ結構なんかかかりますね、今日もね。はいまあでも明日が最後なんでね、まあここはちょっと気合い入れて、あ、そうだ、なんかエナジードリンクでも飲もうと思ったんだな。どっかにないかな。はい、今近くにファミマがあったので来てみたんですがね、この角度からだと結構県庁よく見えますね。まあ、ちょっと手前に一つ邪魔な建物がありますけど、右側がまあ県庁の本館でね、で左側の手前が、警察本部で、その奥にあるのが、新館ということですね。はい、この手前の一つだけちょっと邪魔ですけどもね。はい、今ちょうどそちらからね、指令が来ましたね。路面電車、これに乗れそうですね。で、まあ、そんなに距離はないんですけどもね。まあ、せっかくなので、乗りましょうね。はい。これは見るからに古そうなやつ。ということで、新水前寺駅前で下車しましたね。いやなんかどこも古いですね、路面電車はね。私はこのね、日本一周の前は路面電車というか、今年に入ってから、結構いっぱい乗っていて、その前はなんかあんまりね、まあ、関東に住んでると路面電車ってほとんどないんで、まあ、乗り鉄しに行くこともあまりなかったんですけどもね。いやもう本当にどこ行ってももうレトロなのがね、自然に走っていて非常に面白いですね。ではちょっと次の列車が何時とかわかんないんですけどもね、もうここはホーム直結な感じなので行きましょうか。はい、ということで一つ隣のね、南熊本で下車しましたね。結構さっきの新水前寺駅で待ってる人いたんですけども、どこ逆方向のね、だから熊本の市街地から離れる方向に乗る人がね、多いみたいですね。はい、こちらはまあまあ空いてる、まあ確かにその熊本の街中からの秋田クラスとしては逆方向なんですかね。はい、はい、こちら南熊本駅、汽車はなかなかね、レトロな感じがしていいですね。でもこのまあ駅前にはそこそこマンションとかがあったりして、ね、まあ街中に近いという感じですかね。熊本はなんか何ですか、鹿児島本線沿いとかだとね、なんかもうちょっと行くだけで結構田んぼとかだったような記憶があるんですけども、まあこの辺は普通に、なんか向こうにも高いマンションとか見えますね。マンションじゃなくてなんか別のオフィスビルとかですかね。はい、でこの先2つ目ぐらいは右ですかね。はい、なんかね、ロードサイド系の店舗が並んでるようなところなんですけども、これは、そこがね、ストリートパーティーワンダーシティというところで、これなんか書かれ方を見るとナムコがなんか中心になって作った、商業施設みたいな感じなんですかね。はい。で、まあここでね、まあちょっとわかんないですけど、まあ適当に遊んで、あとはまあこの道をまっすぐとかですかね。まあ、めんどくさいんでね、歩いても30分ぐらいかけて、街中に行く感じですかね。まあここのゲーセンが終わればあとは寝るだけという感じですね。
はい、こちら素晴らしいゲーセンでしたね。まずこの店構えというかね、このネオン輝くこの感じが素晴らしいですし、またねシングルメダルマシーン、私の好きなねやつが充実していて、まあ、定番のシグマのボーナススピン Z とか6台ぐらいありましたし、まあ、他にも私がね、初見のクローンの機種とかも含めて全部で50台ぐらいありましたかね。私もまあ3つ4つぐらいプレイしてみたんですけどもね、これは本当に素晴らしい思いがけの発見という感じでね、良かったですね。はい、ちなみに3000円使いましたが、1500円400枚というのがあってね、それを2回買ったんですけども、いやなかなか良かったですねこれはね。いや本当熊本はここしかもう来ない、ということに今なったので、ここが外れだったらちょっと残念だったんですけどもね。いや当たりを引けてよかった。そしてこれから街中のね、まあ、ホテルの方に向かうんですけども、ちょっと一つだけ問題ありまして、ちょっとねカメラの充電がもう切れそうなんですよね。モバイルバッテリーがいつの間にか空になってましてね、もうあと 10% ぐらいしかないんで、ちょっとこれからの熊本のね夜の云々みたいなのはちょっと撮れないかもしれないですね。はい、先ほどのゲーセンのね脇の細い、まあそんな太くない通りをずっと進んできて橋に出ましたね。川ですね。この川の向こう側がまあ市街地の中心だと思います。でその一本左に見える川がね、川じゃない橋がね、南熊本駅、先ほど降りた駅から正面まっすぐ続く、まあ大通りなんですけども、まあ、ここにも橋があるということでね、そのまま来ちゃいましたね。で私が目指すホテルは多分左の方だと思いますね。街中はちょっと寄らずに終わるのかな。明日の朝ね、ちょっと、まあ、朝、早く、まあ、8時前ぐらいに起きたらね、乗り鉄しようと思ってるんですけども、まあ、ちょっとそれが、どうなるか分かんないですけどもね、まあ、その時に、まあ、街を見れたらいいなみたいな感じですかね。はい、これ先ほどのまあ川の、まあ、川沿いの道をちょっと降りたところなんですけども、これ国道3号はこんなところで降ってるんですね。面白いですね。でこの今左前方に見えるのが、まあ、先ほど見たその、南熊本駅からまっすぐ町の方に伸びている、通りですね。で私のホテルはなんかもうちょっと行ってから斜めに入るんですかね。方角的にはまあ西の方なんですけども、ちょっとわからない。どっちかというと渡った方が良さそうですね。はい、ここ文字まで189キロですね。そっか、文字までだから、そうだ、福岡までと違うんですね。で私のホテルは多分次を右ぐらいですかね。はい、おはようございます。こちらがね、私が泊まったホテルホッケクラブ熊本ですね。でその辺が、国道3号線で、まあそのすぐ奥、まあ、木が生えてるあたりの奥が、川ですね。はい、もうこの川がこう斜めに流れてて、この目の前を、実は自然が通っていたんですね。で今日はね、これから熊本電鉄という、まあ、私鉄がね、熊本市内に通ってるんですけども、それをね、まあ、軽く乗り通したいと思います。で、今朝の7時12分で、私は7時55分発のやつに乗らないといけないんですけども、まあ、ここから歩いて30分ぐらいで着くということでね、まあ、適当に、まあ、街中をブラブラしながらね、藤崎宮前でいいんですかね、そちらに向かいたいと思います。はい、まあ、朝の7時台ということで、思いっきりまあ、通勤、通学のね、人が多くて、撮影どころではないかもしれないんですけども、まあそれは仕方ないですな。はい、路面電車も撮りたいですね、せっかくだからね。そういえば昨日路面電車も乗ったんですけども、スイカが使えましたね。これは意外でしたね。はい、結構なんか鹿児島でもダメだったし、四国でも大体ダメでしたからね。この全国共通 IC カードの導入というのは、まあ旅行者にとっては嬉しいことですな。はい、例によってシャッターチャンスというかね、逃しましたけども、すごいサビサビでしたね。まあ古い車両がね走ってるのはどこの街もそうなんですけどもね、もう全くその古さボロさを隠そうとしてないというのがね、なかなか面白い。正面はこれ桜町のバスターミナルとなってますね。熊本城ホールというのがあって、その1階がバスターミナルらしいですね。まあ、この辺が街中かな。私はまあちょっと道は分かんないんですけど、とりあえずこの路面電車のね線路に沿って行ってみたいと思います。まあ、ここは向こうにもね線路があるみたいですね。このやっぱり交わるというかね、ここの、電線の張り方、面白いですね。でこの先を左に行くのかな。
はい、こちらにはなんかちょっとおしゃれな建物もありますけど、上は普通のマンションなんですかね。桜町なんちゃらで、まあ、再開発ビルというところですかね。でここ右正面には、アーケードの入り口がありますね。熊本はまあアーケードが結構有名でね、広いこう横幅のねあるアーケードということらしいんですけども、せっかくだからここ行ってみますかね。なんかアーケードを一旦行ってアーケードからこの大通りに戻るみたいな道がないかな。なんか曲がってんじゃなかったかな。ちょっとまあ適当に行ってみますか。ダメなら戻る。あと乗るまで30分、35分、どっちだはい。でこれは確かにまあ広いですな。すごく広いここの端っこのこの白い部分、ここだけでもまあこの幅でもまあアーケードとしては成り立つぐらいなんですけどね。その4倍ぐらいですかこれは。いやものすごい広さですね。ちょっとまあ今朝のね、まあ、7時20分ということでお店の賑わいはないんですけども、この広さは確かにすごいですね。これ日本一ですかね。私はこの旅で結構あちこちアーケードも行きましたけどもね、これはすごいな。この先は、左側右側、行きたいのは左側なんで、まあなんか良さげな道なら左に曲がってなさそうだったら戻りますかね。まあ、こんな感じでまあずっとここまで続いてるんですね。時間に余裕があればなんかここ行った後ここの熊本城をちょっと見つつ、こんな感じかな。まあちょっとわからないというか、今の地図には藤崎宮前が書いてないので、あ、その先にも地図がありますね。あっちの方が使えそう。あ、今時刻は7時20、今私の腕時計だと25分なので、それ3分進んでますね。ここは左と、はい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 、おお、こっちも広い。あー、ちょっと範囲が狭いですね。うん、これはスマホでもう一回確認するしかねえな。はい、その曲がった先のね、アーケードも、まあ広くてお店もそこそこ充実しているという感じですが、まあ、ちょっと朝の時間でお店がやってないので、ね、やはりなんか他の都市との比較はちょっとできてないかなという感じですかね。昨日の夜ちょっと無理してればこっち来ればよかったですかね。というか、まあ、ホテルはね、藤崎宮前の近くに取ればよかったんですけど、まあ、あそこが安かったからな。というか、安いホテルなんかみんなあの辺だったのでね。まあ、そこまでね、まあ、いいんですけども、別に。で、あと27分。ちょっと左の方のね、その路面電車沿いの道も寄りたいので、まあ、ただ、藤崎宮前は、この、アーケード行くのが近いみたいなんですけどね。この辺でちょっとだから一旦寄り道して、こうこうこう行きますかね。じゃあここも曲がっちゃいましょうか。はい、こちらね、今アーケードからちょっと曲がってきたんですけど、銀座通りというのはどこにでもありそうなね名前ですね。で、ちょっとこのまっすぐ行って市役所を軽くチラ見してね、またアーケード方面に戻るみたいな形にしたいと思います。熊本でもね、低床シティがちょっと走ってるみたいですね。はい、これまで、まあ10両ぐらい見てきても初めて出会いましたけどもね。で、まあその辺を適当に右なのかな。その正面左モコモコっとしてるというかね、緑のところがあれがなんかお堀とかのその城の一部ですかね。はい、まあ適当に今信号を渡ってみました。こちら、止まってますね、路面電車がね。そして、こちらがもう熊本城というか、もうこのね、電停の名前からしても熊本城市役所前ということ で、 でこれが市役所ですね。はい、まあ、熊本はやっぱり観光地といえば熊本城なんですかね。でさっきからこのこの大きさの地図ばっかりでね、藤崎宮前が載ってる地図が全くないっていうのがちょっと気に入らないんですけどもね。もうちょっとね、その
縮尺をね用意した方がいいと思うんですけどもね、熊本駅も乗ってないですね今の地図はね。あ、ここはそして中央区役所でもあるのか。もしね熊本の区役所巡りをするとなればまたここに来ることになるんですけどもね。はいはい。で、まあ、この次を右ですかね。これは左側もなんか完全に城の中に突入するような道路がありますけどもね。あ、これはその地震で崩れた石垣を直してるとかそういう話ですかね。そういえば熊本といえばね、熊門でしたね。全然まあこれまでいたかな熊門。昨日まあね、昨日着いてから結構熊本市内ね行ってるんですけども、なんか初めて見た気がしますね。で、その辺、あ、もう少し先ですね。右から、アーケードの出口があって、で、左側にもアーケードが続いてるみたいなのでね、そう、左側のアーケード行きたいと思います。あと17分だけど間に合わなかったりして。はい、こちらがそのね、アーケードの私が通らなかった部分ですね。で、そちらの左の方に私が行きます。で、まあ、このね、構図、このアーケードとね、路面電車と熊本城というね、この辺はまさに、熊本という感じですかね。あ、まあ、地下道もあるけど、いや、地上の横断歩道で行きましょう。はい、こちらは広さはね、まあ、そこまででもね、ちょっと落ち着いた感じになりましたけど、その分ね、高さの強調が出てきたというかね、この空間は広く感じますね。いやー、なかなかすごいな、この規模がね。多分あと200メートルぐらいでも、着くと思うんですけどもね。なんかその辺を適当に一歩右に入って、まあ、こっちの方向ですかね。まあ、商店街を抜けたらなんかちょっと古いね、ところに出たという感じですけども、ここの右側ちょっと逆光ですけど、そのね止まってる車の奥あたりに駅があるみたいですね。あと6分なんで結構ギリギリでしたね。始発6時40分は結構遅い気がしますね。で、なんかわかりづらいですが、ここを通っていくのが、やはり朝だから結構高校生とかいるんですかね。